九条正元は、室町時代末期から、戦国時代初期の区下、関白、九条三井の子、十一位、関白、左大臣、純三宮、次元院と合す。長六三年三月二十三日、十五歳で、元服し、十四に下右少将に除せられる。聖の字は、時の将軍、足利義政から返記を受けたものである。干正元年正月、 十三味に除せられ、同年六月に、県中納言に任ぜられる。官省二年八月、県大納言に任じ、同三年正月には、十二位に除せられる。当時、九条家の家徳は、いぼ兄と見られる正忠が継承していたが、この頃に、両者の間で九条家の家徳をめぐる争いが、生じた。この際、正元の母方のおじである唐橋在一が、 正元擁立のために奔走したが、正忠はこれを憎んで、在地の暗殺をも計画した。だが、これが、将軍、足利義政の耳にまで届き、結果的に、干渉六年に正忠は、隠居を余儀なくされ、正元が九条家への家督を継いだ。在地は九条家への出事として九条家への火星を掌握し、後に、十二意県中納言にまで上った。応仁二年正月。 24歳で、正二位右大臣となり、文明7年3月に、左大臣になり、同8年正月に32歳で、十一位関白となる。文明11年2月、35歳で関白を辞退し、同14年11月19日には、息子の直行に家督を譲った。遠徳3年11月、47歳で純三宮の宣言を受ける。同三年二月十三日には、 完了、細川正元の要請に応じて、二歳の住幸を正元の養子にした。応仁元年の応仁の乱勃発時に、区家社会の中枢にいた正元は、帰せずしてその後の区下階級の没落の行き商人の一人となっていた。乱中は、大海の坂本に避難していたが、区事用途200巻分を、家ジの唐橋在数に建て替えてもらい、その借戦の棒引きの条件として、 文明4年に残り少ない家領の中から、泉国費に挿入山、田村の年貢を息子名を、京の代まで財数に引き渡す役場となった。このように九条家の財政が破綻状態にあったことに加え、遠徳元年に財地が死去すると、自らが直接九条家の火星を取ろうとする政元と、父の地位を継いで九条家火星を握ろうとする財数の対立に発展した。この頃、 財数は、ひねそうからの単線徴収に失敗した穴埋めのため、ひねそうを抵当としてネゴロデラから融資を受けた。だが、その返済が滞ったことから、ネゴロデラは抵当権の実行を図り、救助家は財政上極めて重要な所領を喪失する危機に直面することになった。この責任を両者は押し付け合うこととなる。正元からすれば、 九条家から財数に委任した省エを運用している。財数が運用のために自身で勝手に作った借金であるが、財数からすれば、九条家からの金銭調達要求のために、自身が委任されている、九条家のひね層から得ようとした収入が足りなかったため、ひね層を担保に、よそから借りた。困窮する救条への財政を何とかするために、必要だった借金。ネゴロデラにとっては、 九条家の家氏が九条家運営の資金を調達するために九条家のひねを担保に作った借金であり、返済目途が立たないならひねを渡すべしとなる。明王5年正月7日、財数は九条邸に押しかけて、正元直なお恐に返済の断判を押した。これに腹を立てた正元府氏は、ついに財数を殺害した。財数は、家氏として九条家に仕えてはいるが、 もともと苦行に上り得る価格を有する同情家の当主である。すでに天上人として天皇に直接使える身であり、大学党大内規の官職に認じられていた。加害者も被害者も天皇に使える貴族という、この殺人事件に、苦下社会は対応に苦慮することになる。事件後、財数と同じ菅原氏の東某城和町は主だった、菅原氏の公下たちを集めて、 正本不死団外の準備を始めた。一方、事件に乗じて13日に大内儀の公認となることに成功する。24日に、木戸野の長者である高辻長次家を筆頭に、東傍城和町、高辻明町、五条た目学が連名で、正本不死を告発する申し状を提出し、これを受けて、直視白川忠富 中三角信種が急上邸に派遣され事情聴取が行われた。審議の末、2月5日に裁判、同25日に判決を下すことになった。2月5日、天送、下十字の利比で、武行、庭田月根、官務海や地元、局務を志向寺しとそして、特に召された白川忠富、官路寺親長らによって、御土三角天皇の隣席の下で審議が行われた。 大宮寺元は、摂棺家処罰の先例として、自称の政変の松戸の元房の例を挙げたものの、今回の九段の先例となる例ではないとした。最終的に関路寺親長より、事件の主導的立場にいた息子の名を行のみを、快感とする処分の意見が述べられ、裁判を指揮する、過重児の利比でも同調したものの、現職の関白である、 この絵なお通りにこうをえてから採決することとなった。ところが、これを聞いた、三条西寂高が、設計事後よかれ自身体上げの誤差た、波長儀の胸骨家と石棺家と他の一般の公家を、同格に扱うこと自体が、朝廷の秩序の乱れになるとして非難し、なお通りも同意に、消極的な態度を示した。また、正元は裁判直後に、 財数の生前の不義怠慢のありを、白川忠富、中三門信種、ね、特大寺寂圧、松木宗奈に、書簡で伝えて、自らの立場の弁明に努め、節録を覆そうとする財数は朝敵であり、自分は朝廷を救ったものであると主張し、いわば開き直りの姿勢を見せた。このため、25日の判決は延期され、結局は、大乗大臣一条。 冬らの意見を採用して、うルー2月3日に、政元もと不死を、御土ちみ天皇の直観に処し、出資を停止することに決定した。また、九条家は彼を持つことを禁じられた。当時、戦国時代初期の戦乱の最中で朝廷の権威は危機にさらされていた。その中で、区下社会は価格に基づく身分秩序を徹底させ、 武家社会のような下国状を引き起こす要素を徹底して排除する保守的な態度を取ることで、公家社会の安定化、組織防衛を図った。もっとも、政本不死への処分は警備だったが、その影響は少なくなく、斜面後も中見角信種のように九条家への不信、嫌悪から交際を断ったり、関係を離れていく公家がおり、九条家は他の設計に比べて、 地位を低下させることになる。九条家を擁護したく家たちも、財数のこの財名の取り立てを求め、唐橋家の存続を図るなど、当時の貴族社会に、唐橋家への同情と、九条家の求心力、影響力の低下が見られる。明王七年十二月十一日、正元は、直行と共に直感が解かれたのを契機に提発した。文紀元年三月から永症元年十二月の、 間、正元は、守護方に横領されつつあった家領ひね僧に下り、荘園の時期無支配に従事した。また、ひね在庄中には、正元子を旅引きつけと呼ばれる日記を記した。正元子を旅引きつけは、戦国期の存落の日常を詳細に記録した重要な一時資料であり、戦国期存落研究の基本資料として研究者に利用されている。同時期に、 次元院に滞在し、次元院日記を執筆した。英章2年10月、正元は山城国古州僧にも下校しているが、この時には宿直に来た九条家悲観人が国方税のために殺害される有様だった。英章8年4月、正元の子息の一人、吉高が第五次御保院に従事として入事し、室町幕府の十大将軍、足利義院の勇士となった。だが、 正本モト氏が財数の殺害で選定の直感をこうむっていたこともあって、議員はこの有志の件を五ヶ島原天皇に伺った上で決めており、財数殺害の一件は、正本の晩年になってもなおを引いていた。英章13年4月4日、死去、去年72、法号を次元院といい、墓は東福寺山内九条家墓所にある。ありがとうございます。